はい、おはようございます。イズログです。で、今日は午前中に、まあ、大体この掘れるところの木からね、できるだけほじくり返していこうと思います。多分この基礎の下まで、この基礎のところにあるこの根っことかは多分それなりに掘り起こすのはそんなに時間もかからないと思われるので、まあ、大体こちら辺からやっていきます。はい、おはようございます。イズログです。で、今日は午前中に、まあ、大体この掘れるところの木からね、できるだけほじくり返していこうと思います。多分この基礎の下まで、この基礎のところにあるこの根っことかは多分それなりに掘り起こすのはそんなに時間もかからないと思われるので、まあ、大体こちら辺からやっていきます。
ついてて、まあ一応切り株、今日抜いたのが1、2、3。まあちっちゃいの入れて4、5、6本かな、あと7本ぐらいか。まあなかなかいいペースと思います。であと誤算としてこういう大きいものはあの焼却炉とか持っていけないん で、あとあれこの間買った焼却炉もまだ使えないんで、隣からまあ言われちゃったから、まあ大体あそこの隅に置いといて、あのアマゾンの枯葉剤と、あの切り株を枯らす用の、 あの強烈なやつと、あとは除草剤かな、笹をちょっと枯らさなきゃいけないから、あれを全部 ぶちまきまくってやります。塩ね、あんまり塩は効いては来てる、なんか葉っぱが黄色くはなってるから、これから生い茂る時に黄色くは微妙になってるから、まあ、結構巻き続けるのと根から吸ってもらわないとダメっぽいね。まだラスボスまでの道は遠いで、まあ、ちょっと今日はこんな感じかな。であとちょっと時間があればちょっと発るかなっていう感じです。
く掘り起こしました。これ土が、これ土が重たかったね。いやでも結構山場は越えたな。山場といえばこいつか。あとちょろっとあるのと、なんかここら辺にも根っこがあるからここら辺ほじくって、あと掘るのが1、2、3、4、5でラスト8つと、ラストは8つということでね。いやー結構しんどい。今これ10時です。2時間やって朝8時ぐらいから8時ぐらいか、8時ぐらいからやって1本2本3本か。2時間で3本ってなかなかいいペースだね。ちょっと俺休むからイオン行ってくるわ。